はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望、大使ウィズ・パーフェクト。今回ね、リクエストいただいたお部屋があります。やっていきたいなと思います。長久モードの、ね、確認しておきましょう。長久モードね、大丈夫ですね。はい、では今回リクエストいただいたのが、夢、幻のごとく、ね、無限のごとくって読むと、怒る方がね、いるんで、夢、幻のごとくですね。こちらのお家で、筒井家でね、やってくださいっていうことなので、筒井家ですね、やっていこうかなと思います。ではね、ジンブレを出せ、志の方をね、確認していこうかなと思います。加盟存続ですね。自制力より大きい相手との交渉は有利になる。神前の効果が上がる。同盟破棄しても多勢力との心象は下がらない。神前の費用が増えるっていうね、ことですね。関係ないね。農園の絞りさ下がる。ああ、そうするとあれか。歩兵速度が落ちるやつか。足軽の、絞りさん下がる。農兵、足軽の絞りさんさらに下がって、歩兵速度が下がるってやつだね。歩兵が結構時間かかっちゃうやつだね。対面情報が、闇取引、飽きないね。待って、タミチュアがあるやつですね。転送対面がないですね。まあ一応闇取引で兵糧バンバン買えるんで、まあそこら辺はいいかなと思いますね。で、これの場合はあれだね、兵糧の減るやつがないやつだね、軍需のやつね。うん。で、商業は多いですね。商業は多くて、農業が少ない。で、あれが、論議が多い感じですね。こんな感じですね。じゃあ、始めてこうか。確かあれだよね。添付命令あるんだよね。添付命令あるんだけど、河野さんとか、あとこの辺で遠い場所しかないので、ここ従属するけど、多分。ここら辺多分、着いた頃には、もう、北条さんに、北条さんこの辺ぐらいまで大きくなってるはずなので、基本的に従属するお家はないんじゃないかなと思いますけどね。始めていこうかな。志果たさずして、賞は終えられぬな。初手、ああ、そっか。同盟してるんだよね。ご命令を。あ、これ意外と簡単かもしれないね、これ。じゃあ行こうか。これを、まずこんな感じで。かしこまりました。防衛、とりあえず防衛して。はっ。で、あれだね。委任しときゃいいんだよね。商業農業、配属委任で開発。は、委任はちょっとやめとこうか。最初お金ないね。1月だから、あれだね。表情もなかなか来ないね、これね。はっ。いらないの撤去しよう。全部いらないね、これね。新設で。ああ、最初作んなくてもいいかな。でもまあ、作っとこうか。はっ！はっ！かしこまりました。商業。はっ！かしこまった！はっ！茶屋町。はっ。宿場町。かしこまりました。宿場町。かしこまった。茶屋町。はっ。じゃあこんな感じかな。戦争はここ数家しか行く場所ないよね。こっち行ったら、切られちゃうもんね。大義は我らにあり。力を貸してやろう。でノブに力貸してもらったんで、あとは前線布告、ここも調査会もやっとこうか。ジンブレを出せ。大義は我らにあり。力を貸してやろう。あとノブに借りてくだけかな。ノープに借りていくだけだね。援軍で。ノープ、優しいからいっぱい貸してくれるね。
ごぼう欲しいけど、ごぼうもらっとこうか。あれだよね。ここら辺バーっと一気にもらっちゃって、二条ももらっちゃおうか。桐山越し、この辺も、いや、そうか。8200。これはどうだろうね。有岡？この辺ももらう？このぐらいにしとこうか。これ以上もらうと、兵糧がきつくなりそうだよね。9500とかもらっちゃうとね。本当はね、兵糧があれば、もっとバーっと全部ね、取れるだけもらいたいけど、もう13個ぐらいお城あればいいかな。8800。したら、どうしようか。手取りあたりから行こうか。あ、弱いな。手取りからじゃ勝てない。洲本から行こう。洲本からだったら、これは多分大丈夫。洲本。光しかいないか。出てきてくれるでしょう、多分。洲本。出陣しよう。手を打とう。出てきてくれるね。こういう周りで行けばいいか。出陣しよう。そうすれば、城にポコってきてくれるはずなんで。あとはもう、ここら辺から、ガンガンと、出しちゃって。マイルズ。こっちの方に移動させとけばいいでしょ。出陣する。で、うちらの兵は出さないで。あとは、大丈夫そうだね。手を打ちましょう。出陣します。あとは五号と、手取りは、自分だけで行った方がいいね。手取りは、こんな感じで。出陣しよう。手を打とう。出陣しよう。手取りは一部隊だけで行こうか。
取りは2人か3人いるねむしろね。出陣するぞ。いざ参ろう。あれでしょ、どうせあの なんていうのかな、どうせあの出陣するぞ武将が多分入ってくると思うんで、ここら辺とかね、一回ゼロにしても多分入ってくると思うんで、あ、鷹なんとか、こうだ、出そう。鷹。安土もいるんだね、まだね。舞台を一括。出陣しよう。手を打とう。出陣しよう。あとはもういないかな、とりあえずは今月は多分大丈夫かな。うん、これまだいるじゃん、鷹なんとか。どこにいる、どこに集まった、どこに集まった、分かんないぞ。安土まだいるね。安土、安土。分からん。出陣しよう。手を打とう。出陣しよう。ラズシもう一人いるね。出陣するぞ。手を打とう。うん、こんな感じかな。出陣するぞ。金動かすときは多分大丈夫だと思うんで。進めようか。これ何回です？ 1 回です、うん、どっか途中止めとけばいいね。こんなの3戦でしょ。3戦我らに歯向かうとは愚かなものよ。いや、まだ武将いるからゆっくり と、移動させよう。あー、石山工房入ってきたね。あれ、洲本もなんか入ってきてるぞ。洲本もらえないね、そうなると。ここ入ってきてるね。二条もまた入ってきてる。二条。ああ、わかんない。出せない。我に続け。我に続け。二条。もう一人いるね。我に続け。行くぞ。我に続け。うん、こんな感じかな。あともう入ってきてるのはいないよね。ゴブはもう出せないからしょうがない。うん。で、住むともうちょっと無理だね。うん。こんな感じかな。大丈夫そうだね。
誇りにかけて負けはせぬ。これは個別武人にして。かしこまった、承知いたしました。攻撃で20日間これで我慢してみようか。報告します。先月の終始です。ちょっと時間かかるような感じにね、しておきたいんで。ご命令。大丈夫だね。ごぼうと洲本以外は入ってないね。したら、これ誰だこれ。ああ、あれか。したら、とりあえず、一部隊のやつをちょっと、あれ、ちょっと白星間違えてる。出陣しよう。行こうか。まずここは取れればいいんだよね。ここはね、取れればね。とりあえずここ通るか。出陣しよう。ここ15日ぐらいか。ここ、出陣するぞ。これが確か、20日だよね。落ちるから、あとはこの辺は出さなくても大丈夫だと思うんだよね。ポコポコって出していけばいいだけなんで、ね、最後石山高校だけはちょっと大人数で向かおうかな。あとこっちが桐山御所、こっちのところ8日間かかるんだったらちょっとの間出しとこうか。出陣するぞ。で、伊賀もじゃあちょっと出しておこうか、伊賀に向けて。ここ2部隊か。2つ出しておきたいね。出陣せよ。行くぞ。ここ、お城が、お城が、お城がダブってる。重なって出せない。鈴木家も仲間になってくれるはずなので、落とせるんで。出陣します。こんな感じかな。このぐらい出しとけば、サクサクっとこの辺で、ここら辺の半島をサクッと取れちゃえば、だいぶ有利に進められるんじゃないのかな。商業です。やっとこうか。かしこまりました。じゃあ進めとこう。志果たさずして、賞は終えられぬな。待機せよ。待機せよ。で、みんなもう来たね。で、ここも取れるよね。大丈夫だね。で、岸田がポコっていっちゃえばいいからね。三戦。皆の者、勝ち時をあげよう。で、鈴木家、武将いっぱい入ってきたんで、いっぱい出せるから大丈夫だね。これは、もうこれ、洲本から来てるんで、確か洲本から出してるんで、これはもうしょうがないね。洲本は取れなくてしょうがない。
で、これあれだね、宣戦布告？宣戦布告こっちにすれば、外れるんじゃないの？陣ぶれを出せ！大義は我らにあり！私の長宗我部との戦いから手を引く。帰るちに、なんか言ってるね。宣戦布告できるね、織田にね。陣ぶれを出せ！大義は我らにあり！いいんじゃないのかな、これで。で、行くぜ！これで、岸和田行って出陣するぞ！行こうか。手取り行って出陣しよう。この辺行きます。出陣します。行くぞ。出陣せよ。で、二条とかも行きたいんだよね。こいつは桐山御所行くぞ。出陣するぞ。あ、これ来ちゃうのかな、間に合うのかな。間に合わないと思うんだけどな。出陣するぞ。ごぼうは、あとでみんなで囲まなきゃだね。じゃあここだ。出陣するぞ。出陣しましょう。行きます。出陣しましょう。もうちょっとはみんな出してた方が良かったかもね。その方が近くてね。で、有岡もちゃんと行こうか。出陣しよう。ここも狙ってないね。ここも行こうか。ここも行ってないね。ゼロ日なんだ。出陣するぞ。で、全部行ったかな。借りてるところはこれで多分全部行ったと思う。で、ここはどっちみち帰ってきちゃうから、早めにね。で、オッケー、いってるね。あ、安土、これ安土行かなきゃダメだよ。これじゃない、これ。あ、これ取った後安土行けばいいか。問題ないね。セミナリオこれ硬いんで取ってないからね。これは、ごぼう行こう。これ、いっぱい武将いるんで、いっぱい持って、これちょっと減らして、確か、安土じゃん、ごぼうは結構それなりに持ってかないと厳しいはずなんで、舞台数ね。武将も結構持ってった方がいいんで。100で1600持ってれば大丈夫。出陣しましょう。じゃあこんな感じでね、行ってみようかな。見たか、我が軍略を。じゃあこんな感じで、遅れを取るな。安土来ないでしょ多分。他愛のないもの。
あ、こっちに行った方が早いかな。参るぞ。我に続け。帰ってこないね。もうこっちはもう多分帰ってきちゃうし。報告いたします。ご命令を。じゃあ歩兵しようか。はっ。ボーイちゃんと、いや強めにしとかないとね。承知いたしました。承知いたしました。あれが襲ってくるんで、うん。承知いたしましたね。農業はっ。そしたら種まきはっ。農業やっとかないとダメだね。農業もう農産業。承知いたしました。したら開発ホリデー用兵塾いらないね。で漁村作れるどこ。漁村かしこまりました。はっ。承知いたしました。漁村作れるよね。漁村大事。はっ。あ、この漁村できる。かしこまった。いいね。貯水も大事だよね。かしこまりました。で、闇取引はできないんで、まだできないんで、あれだね。じゃあもうちょっと進めようかね。うん。ないもの。したら2畳も問題ない。ここら辺、じゃあとりあえずこれ入場させとこうか。大丈夫、帰ってきてないよね。帰ってこれないよね。ここら辺アスチはもしかしたら帰ってこれるかもしれないんだよね。そうね。待った、水さんがなんかこんなところにいるぞ。こんなところになんか出してたんだ、これ。ほほ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 。となると、どっかこの辺にゼロのところはないのかな？ないね。取れそうなところないね。ないね。じゃあちょっとこの辺に置いとこうか。行こうか。進むのだ！どうせ帰ってこれないし。うん。じゃあ進めとこう。待機せよ。ええ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 この程度でしたか。よし、午後の人数で勝った。待って。ちょっと待った。伊賀上の武将が入ってきたか。なんで入ってきたの、武将が。おかしいね。こんな、入ってこれる。ああ、そうかそうか。近隣から移動させたってこと？この城、もらったぞ。見ようか。ああ、帰ってきたってことだね、これ。頭帰ってこれちゃったんだ。ギリギリ帰ってきたんだね。二人ぐらい不思議もんね。あ、しょうがない。帰ってきたんだったらしょうがないね。入場しよう。2畳は取れればいいんだけどね。これは手を打とう。あれか。皆の者、我に続け。うん、みんなあ、本願にこういうとこ行ってやろうか。入場喜ぶでしょうよ、ごぼうもらえたんだったらね。
ここもあれだね、帰ってきちゃったね。敵が我が領内に向かっております。ほう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 、我が領内に。そっか、こう来たか。これはあれじゃない、従属させてくれないもんな、交渉で。うん、これ遊牧しようか。はっ。うん、遊牧しちゃうのが一番だね。うん、皆の者、勝ち時をあげよう。で、我らの勝ちよ、勝ち時をあげよう。あー、二条帰ってきたか。二条帰ってきたか。帰ってきたか、二条。欲しかったんだけどな。これは返そう。まあ、このとこに取られる心配もないかな。うん、従属できるっぽいんで。ダメだね。勝てないね。二条諦めよう。こんな感じで、うん。使いの者が来たようです。ん？あれ？軍馬3800持ってないし。あ、もう持ってたのかな、軍馬。あれ？交渉でさ、従属しようと思ったんだけど、従属しなかったね。うん、まあこんなんでとりあえず取れたんでいいかな。報告します。先月の収支です。表情を取り行うこの策いかがでしょう。ということで商業対名で評価買っておこうかな。38、35、33。これにて表情を終えよう。ここぐらいかな。うん、ゲチよ。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。